人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。もうどうしよう。後藤一発毎日が冗談じゃねえ始まりました。おはようございます。そうですね、今日も、亀戸ドラム缶ヤッホーからお送りしてます。昨日なんだけど、5時ぐらいかな、初めて来たお客さんがゴリッゴリのあのアル中だったんですよ。その人はね、亀戸の今ドラム缶ヤッホーの本当向かいにある建物があるんだけど、そこの内装工事とかで来てる、なんつうのかな、内装屋さんつってたかな。そんな55歳ぐらいのおっちゃんなんだけど、もうゴリゴリのもうアル中なの。で、だいたい、まあ5時に来て、で、その人の情報はもう分かってた。その人はね、仕事が終わると、ドラム缶ヤッホーに来てお茶杯をもうゴリゴリで飲むって聞いてたから、他のスタッフから聞いてたから、あ、多分この人がゴリゴリに飲む、あの茶杯飲む人だなーみたいなで思ってたら、まあやっぱりそうだったんだけど、でその人がまあ11時から仕事なんだろうな。俺今10時半ぐらいにここ着いて、その時に向かいのトラックの上に乗りながら、荷台に乗りながら、その人はね、メンバー、その内装屋さんとか電気屋さんとかなのかなとかとすっげー楽しそうに話したんだよ。朝今、これから仕事始めるよみたいなやってたんだけど、その人は昨日、俺仕事超嫌いだし、働いてる時にいるメンバーとか、全然どうでもいいから、俺はもう早く酒飲んで帰りてんだみたいなこと言ってたんだけど、朝は元気なんだなと思って、すげえなんか談笑っていうか笑いながら話してたの。だから、あ、この人なんかそんなに人のこと嫌いじゃねえなってすげえ実感したんだよね。でさ、何が大事かなっていうとさ、店が始まる前に、チーム内で、今日やることとか、話したりすると、まあ、ミーティングっていうかさ、まあ、そんな硬いもんじゃなくていいんだよ。本当に。だって、荷台の上に足組んで座ってさ、タバコ吸いながら話してんだから、なんつうんだろう、真面目ぶる必要はなくて、ほんとその今日何が起こるんだろうみたいなのを予測しながら、今日はこういう段取りでやろう。ほら今ドルルルルと聞こえた、もう始まったの。もしかしたら休憩だったのかもしれない。9時くらいからやってんのかな、ドルルルルって言ってるけど。だからこのドルルルルがうまくいくために朝その談笑してんだなと思って、でそういうのってめちゃめちゃ大事なんだよ。一日のその工程がある中で、段取りよく活かすためにはやっぱそういう会話が必要だと思ってて、でうちでも、そういう時間は大事にしてるんですよね、とんかつ屋でも。で今うちの店で行ったら3人のとんかつをあげるやつがいるんだけど、まあ誰がやっても大丈夫なように、そして誰が来ても大丈夫だよ。で誰々さんが来た時はちょっと半生がいいじゃないけど、ごくもう極めてもうレアでいくみたいな人とかもいるのよ、それが求めてる人が。だけどその1のやつが A のやつが、まあ、鶴田マルセロがそれができて、でその人が来た時に俺がそれできなかったらどうしようもないじゃん。だからその情報の共有とかを朝やる。まあその人がレアで欲しいって言ったら、誰々さんはレアで欲しいよというのはもう情報は共有し合いまくる、
それが大事なの。あのその人はやっぱああやって出てくんだなみたいな思ってる。むしろそれがうまいからそれを頼んでるんだよ。レアがうまいから頼んでるんだけど、俺がまあ全く知らないやつみたいなのが来て、でレアじゃないの出したらやっぱその人嫌になっちゃう。なんだよみたいな、やっぱ俺鶴田が良かったなみたいななっちゃうとまずいから、もうそのお客さんの情報っていうのはめちゃくちゃ共有し合い まくりっていうこと、うん、とあとね、俺がスタッフによく言うことは、今日誰が来るのかなって、今日そろそろあの人来てくれるんじゃないかなとか、タイミング的に今日じゃないとか、だいたい何曜日に来るって決まってる人とかも出てくるんだ。だからそれを念じる。今日も村上さん来るんじゃねえかな、今日も広瀬さん来るんじゃねえかな、今日もしかしたらダータケ来んのかな、そろそろ来んのかなとか思ってると来るんだ、その人っていうので、その人が来ると思ってたら、その人と話そうと思ってることだったり、その人の日常までも思い浮かべる。もしも来るんだったらどういうタイミングで来るんだろう、広瀬さんだったら仕事の合間休憩に来るんだけど、だったら11時から11時何分ぐらい来るなとか、その人が来る時間とかも予想する。うん。それで今日はあの人何食べるのかな、あ今日はあの人この後なんかジム行くっつってたからなんかロースとか食わなそうだな、いや今日やっぱジムの前はヒレっつってカツサンドだったなとかさ、そういうのをどんどん思い浮かべていくとそれが現実起こる。マジです。なんで、じゃあ、まあ、今日ね、今日来る人ね、じゃあ、翔太。翔太くんじゃねえかな、今日。うん。まあ、そんな思い浮かんでる人が来てくれたら嬉しいし、まあ、その人が来たら翔太のデータっていうのは、もう俺は頭の中入ってるから。うん。今、どこどこの現場でどういう工程してるよね、みたいな。そんな感じで話せるんで、仕事前に、うん、まあ、MT、ミーティングを軽く開けると、店の売り上げっていうのはね、がっつり上がります。あいつでもできる、こいつでもできる、私でもできるっていう状態にしていく。情報の共有はしとく。そして、その、思い描いてるものを俺らは出す。そしてその人のやってることとかをちょいちょい話にぶっ込んでいく。そうすると楽しくなる。その人もうわーみたいな、やっぱその人、まあ俺もそうなんだけどみんなそうだと思うんだよな、ちょっとやっぱその横にいる人とかお客さんとちょっとなんか差が出てくると嬉しかったりするじゃん。あ覚えててくれたんだみたいな。なんで僕たちはそういう共有をしっかり朝してます。なんでまあ一人でやる仕事でも今日はねどういうことやろうとか、まあ本当 MT ミーティングしてそれで組み立てていく、うん、でやっぱ朝っていうのは一番頭の回転もやっぱ回るから、そこでぐん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 回して、そっからガーンってもう朝からガーンっつって、で昼とんかつ食べて、それでまたグーンっつって、それで夕方5時ぐらいになったら酒飲みに来ればいいじゃん。あの人今日も来るぜ絶対。なんつうんだろう、行く用事がなくても行く店の行こうとしてる行く予定がなくても俺と朝今会っちゃったから、俺すごいもん、おはようございます、だもん。昨日会ったばっかの、昨日初めて会ったのに、で俺はアル中だっていうのは分かってる。だけどおはようございますって言ったらさ、とか言っちゃって喜んで、今日は来る予定ないかもしれないけど多分来ることになった。朝の俺の一発のおはようございます、これだけだ、ほんとそう。で朝な挨拶マジでしまくれよ、うん、マジで元気ねえやつ仕事したって楽しくねえってまず率直に思っちゃう人間って。そこでおはようございますみたいな、
あ、こいつと仕事したら面白いかもって1ミリでも 0.001% でも思わせた方が絶対仕事は早く前に進むから、みんなそれを心がけていきましょう。この動画はね、本当飲食店の人とか仕込みの最中に聞いてもらったりで全然いいんでね、横にいるスタッフとかと今日誰々来るんじゃねみたいな、ちょっと予想立ててみようぜ、俺は誰々だと思うとか、いや俺は誰々だと思うとかってかけたりしてさ、そしてその人の情報とかも共有しとくと、まあそうだな、串揚げ屋とかだったらね、あ今日斉藤さん絶対来るっしょみたいな、またアスパラから入るっしょみたいなね、なんかそういうのをやっていくと、でその人がマジ斉藤さんがフワーンとか来ちゃったらマジウケるし、そこで一回笑い起きるし、もうアスパラ刺してたらすいませんアスパラくださいって言ったら、まあそれで2回ウケるから、まあ、そんぐらいあのミーティングでちょっとね情報を共有し合っていくっていうのも大事です。そして今日は大好きなサッカーを見に行きます。勝ち点3 絶対3、5度一発、毎日が冗談じゃない。